ルラ脱毛カウンセリング、番組 MC の家田紗也子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ伊藤さんとお話ししていきます。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は蒸れ対策としての VIO 脱毛についてということなんですが、アンダーヘアのケアを考えるきっかけというのはいろいろあると思うんですが、やはりこの蒸れや匂いが気になってという方も多くいらっしゃいますか？そうですね、特に女性ですと、生理がありますので、はい、経血や汗の絡みなどで蒸れがちになったりしてしまいます。ああ、なるほど。これ女性だけではなくて男性も気にする方が結構今多いそうですね。そうですね、男性ですと、運動をするっていうので結構毛が邪魔っていう意見とかもあって、そこからかゆみなどがあって蒸れて脱毛をしたいっていう男性が増えておりますね。そうなんですね。この匂いや蒸れ対策にこの脱毛っていうのは本当効果てきめんなんだそうですね。清潔っていうのを保てるっていうので、はい、脱毛を始められる方もいらっしゃいますね。そうなんですか。そういったことの延長線に、こう将来の介護のためにアンダーヘアのケアをしておこうと考える方も今増えてきているそうですね。実際にそういった方増えてらっしゃいますか？実際に介護のお仕事についている方とかが経験談をもとにサロンの方でお話をしてくださったりで、脱毛を結構してほしいという意見もありますね。なるほど。介護をする側の方からも、その脱毛を介護を受けられる方に事前に脱毛などをしておいた方が、お互いに気持ちよく介護する方もされる方もこれからの生活を考えるとそれがおすすめということをお話を聞いたりされるんですね。そうですね、将来のことを考えて脱毛を早めに始めていきたいっていうお客様もたくさんいらっしゃいますし、あとは自分が介護される側のことでしっかり考えて脱毛と向き合ってる方もいると思います。そうなんですね。今は若い方もこのアンダーヘアの脱毛を考える方も多いみたいですけれども、もうどの年代の時に始めてもその時の問題を解決する糸口というのに、このアンダーヘアの脱毛というのは VIO の脱毛というのはすごく役に立つんですね。若いうちから始めるというのも早いに越したことはないと思うんですけど、30歳から40歳くらいの方ですとメラニン色素の排出が遅れたりなどで脱毛でくすみができやすくなったりするので、早めの脱毛をお勧めしております。そうなんですね。おそらく今20代の方ですとか、そういった方たちがこうどんどんこう大人になっていくにつれて、この VIO の脱毛というのはどんどん今よりもさらにスタンダードになっていそうですもんね。最近は光脱毛など流行っているというか、結構若い方でも知っているっていうところから気軽に始めたりっていうのもありますし、カップルさんですと女性の影響で結構早めに始められる方もたくさんいらっしゃると思います。男性が早めに始められる機会が増えていると、はい、いうことなんですね。はい、じゃあやっぱりカップルで施術を受けられる方も増えてきてますか？恵比寿店は結構カップルでご予約される方が多いと思います。そうなんですね。いろいろなきっかけがあると思いますが、この蒸れ対策としての VIO 脱毛というのはもういろいろな、そうこの生活の中ですごくストレスに感じていることですとか、将来に対しての心配な部分を解消してくれるということでもおすすめですし、それをきっかけに受けられる方も多いということなんですね。そうですね。あと蒸れとなると雑菌が繁殖しやすくなって匂いの原因とかにもなりますので、不快感っていうのからもう生活が楽にするためにするという方が多分いっぱいいらっしゃると思います。そうなんですね。この見えない部分への意識というのが本当に多くの方の中で変わってきてるんだなと思いますね。はい、髪型ですとかファッションを変えるように、このデリケートゾーンをすっきりさせるだけでイメージチェンジ、なんか自分の中でイメージチェンジできそうですね。結構脱毛された後
すっきりしたとか気分がいいっていう風にお客様からはご意見いただくことはございますね。なるほど。なんかこう普段は自分以外の目にはあまり触れないところじゃないですか。はい、ね、だからこそこう自分が気持ちよく過ごすための必要なケアということなんでしょうね。そうですね、うん、それだけで気分が上がりそうです。脱毛っていうのはこう見た目もそうですけれども、それだけではなくてこう精神的に前向きになれそうな、明るくなれそうなものでありますね。はい、実際にやっぱ毛が多くて悩んでる方も脱毛することによって自信がついたり、まあ、美意識が上がったりと、そうですね、なんかファッションとはまた違うんですけど、見えないところをケアすることでモチベーションが上がったり、すごいいいと思いますね。なるほど。今回は蒸れ対策としての VIO 脱毛についてお伺いしましたが、ちょっといろいろな皆さんの脱毛に関する意識という部分、伊藤さんにお伺いすることができました。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問や毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。